待ちに待ったシーズン2、なんとです皆さん、なんと神アップで入りました。ストアをしっかりとこうロードされているにもかかわらず、見てください皆さん、武器が変えれるの。ということで、画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。シーズン2がついに本日始まりましたということで、バトルパスの更新等も来ました。まあ一応、新武器に関しては無料でね、バトルパスを買わなかったとしても、15レベと、31レベで解放することができますよと。で、セムテックスに関しては39レベで解放されるみたいですね。で、まあバトルパスに入ってる武器って割といつも微妙かなって正直思ってたんですけど、今回のバトルパスの武器はどれも結構かっこいいかな。まあこの辺とか、今までよりも割と当たりのバリアントは、普通にバトルパスの中に入ってるイメージですね。まあ、こいつとかもそうだよね。青い刀ということで。まあ、俺は調査兵団のね、調査兵団のブレードがあるんで、立体起動装置があるんで、なんとも言えないところではありますが、普通にこういった青い綺麗な刀も手にすることができますよと。そして、ティア100まで進めると、こちらまず95で LMG の、レジェンダリーのバリアント。ティア100まで進めると、アサルトライフルのレジェンダリーのバリアントが手に入るといった仕様になっております。まあ、まだストアの方にね、進撃の巨人、鎧の巨人のバンドルとかは来てないので、まあ、ストアの方、バンドルの方にお金を使うか、バトルパスの方もね購入して頑張ってあげていくか、各自皆さん決めてください。僕は残念ながら実況者の佐賀を背負っている人間なので、まあ普通にやってりゃね100まで当然行くわけですけれども、初日でねこの100まで解放させていただきますよ。これが実況者の定めだ。おい、ちょっと待ってくれ。ティア100まで進めたらさ、ロードアウトが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 変えられなくなったよし、ということで、どうにか再起動してきて、ストアが読み込まれる前に、ロードアウトの方変えました。で、今回はスティッキーボムをね、持って行ってということで、新武器アサルトライフルのティア100バリアントの方、こちらこのまま使っていこうかなというふうに思います。まあ一応そのまんまだと8ミリクラウザー50ラウンドマガジンということで、威力がね、42になる方じゃないですね。まあカスタム的に割とブレ制御がしやすい感じになってるのかな、このデフォルトのまんまだと。あ、そういや、パーク1も増えたんだよね。てか、パーク1増えすぎてめちゃめちゃ多く感じるな。メカニックの方も増えてますよということで、とりあえず今回はこの新武器アサルトライフル、こいつを使って新マップの方のルールが、そうだね、新マップの方のルールが来てるみたいなんで、こちら遊んでいこうかなというふうに思います。ラシャッシュ。さあ、ということで、カサブランカやっていきましょうか。もう一個のマップの方のね、ゴンドラってのマップはね、とんでもないぐらいのロングマップだったんで、ちょっとこっちでね動画撮っていきますわ。撮らせていただき、取らせていただきますわ。で、今回はこれコントロールかな、コントロールになってるんで、まあ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 、バトロールゾーンを確保ゲーなんで、一応その辺も意識しながら戦っていきましょうか。足元に俺でそれ、ナイス。割とここね、この2階にいるのがとにかく強いんですよ。この高低差はめちゃめちゃあるマップになってるんで、2階でカモン顔出しな坊や。どこ行ったの？あ、ナイスカバー。まあこの地点を生贄にすす、結構なインファイトマップにはなってるんで、ここマジで。あぶね、結構なインファイトマップにはなってるんで、さっさと軍用犬呼んじゃいたいっすね。できることなら、もうただ理想俺らのが地形のか。じゃあ乗っちゃう？オッケーオッケー。じゃあ乗っちゃってもいいな、まあ、乗っちゃってもいいなとか言いつつ、また同じところに戻ってきちゃって、これはリスが変わった臭いな。こんにちは。とりあえず軍用剣出たんで、こっからは積極的に乗っていきますか。乗り切り目指していきますか。なんつーグレネードの的確性やるね。マジこのルールガチで久々にあるわっていうか、いたたたたたた。オッケー。このルールマジで結局競技シーンに追加されなかったとかいう謎の歴史があるルールだからな謎の歴史があるルールだからな、マジでこれ。あーぶね、扉開けて逃げて、お、なんかいるね。そう、結構ね、こんな感じで入り組んでて、このマップはね、おもろい、おもろいって言った瞬間死んだけどまあでもね、俺は好きだね、こういう入り組んでるマップ。まあインファイト系のマップではあるのは間違いないんで、もう一個のゴンドラよりは確実に個人的には好きかな。だからなんかここをずっとぐるぐる回るのか、このコントロールは。不思議な視点の巡回の仕方やな。あら、そっちにもいるな。まあスコアストリック系出しちゃおう。出し惜しみしててもしょうもなさそうなんで、よいしょと。
これはもう地点に乗って、ワンコーンに任せておきましょうか。味方が結構乗る気になってくれたんで、じゃあ俺はキルしに行ってみようか。はい、任せろり。まあちょっと奥側をこれは警戒しに行ってあげた方がよいしょ、良さそうな気がしたけど、いないか。やっぱりいたけど、後ろにもいるのか。そっちからも通れるのね。すげえな、めちゃめちゃ入り組んだらマジで。そっちからもいけるのねだらけよ、ガチで。あ、ギリ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 向こうがいっちゃうか。大丈夫か。リスがまた変わってる、リスがまた変わって、なんか後ろから撃たれてる。よー、奇跡の腰打ち、奇跡の腰打ちがぶっ刺さりーの。ちょ、一回カウンター出したいけど、角待ちリローイングして、こっち来るよねこれ確実に。おお、よく見てたね。ちょっとパトロールゾーンが結構無視されがちになってきたんで、ちょっと俺もう一回ここでキルストリーク、じゃあために行っちゃいましょうかね。よう投げたな今で。こっち湧いてんな。オッケーオッケー、こっち湧いてんな、こっち湧いてんな。オッケー、もう一回上潰して、上潰して、レコーダー出たけど、これは乗るべきか乗らざるべきか、リスがいまいちわからねえ。いや、後ろから来るか。ただとりあえずレコーダー出たんでよしとします。ここはもう爆撃出しちゃいましょう。なんかめちゃめちゃパトロールでジージーしてて、草一枚しばいて、なんかおもれえリスしてんな結構。結構リスがこんな感じで、なんか見てる方向からも湧くというか入り乱れだね。いや、そんななんか映画みたいな、カンフー映画みたいなことしてたな今。ちょ、あー、俺はカンフー映画できなかった。俺もカンフー映画ごっこ、あー、したかったけどできない。カンフー映画ができないよー。あー、危な、バレーバールだったね俺の位置が。上にもいるんだよな。でカウンターが使えない。で若干経路変わったな、若干経路変わったんで、これ先読みの方向でいくか。また爆撃出すのもありだなと思ったけど、レコーダーが溜まったんで、ここは強気に行きましょう。ここはね、ここはレコーダーがせっかく溜まったんで、この2回取り行くよ。オッケーオッケー、2回いないならそれはそれでオッケー。はい、いらっしゃいませ。おー、いらっしゃいませ。危なすぎ、打ち年や股関節アダッキュー全治3年。海軍要件出て味方が踏めてるんで、スコアストリークをこのタイミングで出しまくるよと。レッチゴー。ここは登れるのか。ここ登れるな、ここ登れて、なんか盾マンがいました、盾マンがいました、盾マンがいましたよと。でコントロールがまた失われてるんで、超爆撃隊コントロール、あ、なんかそういう変わった変わった動きするねコントロール。ナイスナイスナイス、オッケーオッケー。このロングね見れるのめちゃめちゃでかいよなこのマップ。よいしょ、俺もちょっとカンフージャンプして、あ、後ろのやつ逃したな。まあ、しゃあない、これは。上から失礼。めちゃめちゃやったけど、まだいたよな、今な。縦地味に鬱陶しくて笑った。何をやって何をやって大丈夫か、味方がやってくれたかと思ったらそっちから湧くんかい。めちゃめちゃ GG してて草なんだよな。あと9秒だから、これはちょっと。踏むしかないね、後ろにいるね。まずこれ敵が踏むのを外しても負けるし、俺らが取った瞬間に踏まないと負けるしという。間に合え、いやー、それは間に合わない。ナイスカバーだけど、これ誰か味方が魂のリレーを繋がないと負けるぞ敵が。あー、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、ちょっとなんかコントロールだからぐちゃぐちゃになっちゃったけど、このマップは割とまあハーポとか普通におもろそうな気はするわ、わからんけど。で、新武器に関しては、まあやっぱダメージを上げるアタッチメント、弾薬が出てからなのかなっていう気はするね。まあ十分今でもあの中遠距離で安定性あるんで強いんですけどね。まあよかったら皆さんもね、とりあえず15レベルで、普通のバリアントの方は解除できるので、よかったらレベル上げて使ってみてください。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。コレツナーでした。お疲れ様です。おーつー、ぽん。